過ぎました。ただいまから三重県は紀北町よりきほく灯籠祭り2015きほく灯籠祭りのライブ中継をスタートさせていただきます。ナビゲーターは今年も私西村直美です。よろしくお願いいたします。いやーこれですね、はい、これですね、いかつい顔で、はい、はい、かっこいいですけれども ね、 いいね、はい、はい、高さが 6.5m、 幅が 12m、 はい、重さが2トン、はい、すごいですね。そうですね、すごいですよ、はい、みんなね、はい、5月の中から、はい、ゴールデンウィーク秋からね、うん、もう毎晩、はい、で日曜日も休まず作っていただいて、はい、やっとできましたね、はい、そいやうさそれでは実行委員長、大きな声で合図をお願いいたします。チョイス。さあ今掛け声とともに雨がまかれ始めました。さあどうぞ。結構遠くの方まで雨がまかれております。
東幸照さんです。どうぞ。どうもよろしくお願いします。お願いします。どうぞ。失礼します。はい、なんかね面白いんです。生み出し切っていく、はい、生み出し切っていくの東幸照さんですね。はい、ひものシリーズで現在3品、はい、シリーズだそうです。香るひものシリーズで、ね、香ばしカレーちょっと食べたないですか。でね、なんとふんわりバジル、どうですか、斬新。なんとここまでいきます。もう一つがね、深みの黒胡椒、もう大好き、もう今すぐでも食べたいこれすごくないですか。ちょっとね、干物ですよ。もともと干物にこの味付けとこのネーミング、あのもともとの干物が美味しいものだからこれができるって思ってるんですよ。もともとの製造がいいからっていうところがあるので、干物は干物で十分美味しいんです。美味しいけど、それをこの香ばしカレー、じゃないですか。食べてみたいです ね、 食べてみたいですね。もう本当にいいと思います。そんなね、商品を開発されたりとかして本当に斬新やなと思うんです。さすが東京に10年おっただけあるみたいな違う、そうですね、勉強だけはしてきましたね。ねえ、はい、本当にいろんなものを見ていろんなことを吸収されてきたからこそこういうことができるんちゃうかなって、私は本当にね面白い方やなって思ったんです。で、今年になって開発されたものかな、はい、今年発売、今年になって急にできたん違って、いろいろもう実験やながいっぱいして、はい、いろんなことして、今年と発売じゃじゃんってしたのがこれですね。海鮮食堂のごっつおシリーズです、ね、ごっつおシリーズ、そのネーミングもいいですよねごっつおシリーズ、ごっつおわかります。ごちそう、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 これ全部手作りでやってますのでね、鍋で鍋で、はい、作ってやってますので、はい、こう混ぜてやってるんですけど、あ、そうなんですね、はい、これがこういう形なんで、これね何でも合います。ご飯でも何でも、そうですね、はい、名前がね、サタヤさん、サタヤ株式会社さんだそうです。肝臓の、これはこれは肝臓スライスにしたものです。ああ、そうなんです。こういう用途もあるの、はい、木の根っこをこれまた違う用途として使うためにチップにした感じ、あれから煎じて飲むってこともできます。そうなんですね、はい、お茶のよう、お茶のよう、あ、そうなんですね。もともとこういうエキスを作るっていう仕事で、はい、まあ、うちの会社としても、はい、50年です。あ、そうなんですね。 約50年関わってきましたけども、はい、それだけじゃなくて、はい、やはり感動っていうのは本当に体にいいものであり、はい、いろんな悩みな方に、うんうん、まあ、今まで使っていただいて、うん、はい、すごく嬉しい言葉もいただいているの で、 そうです、ね、やっぱりね、お客さんの声が聞こえるっていうのがいいですよね、はい、ちょっとね、商品たくさん持っていってもうたもんで見せてもらおうかなと思うんですけど、やっぱりね、主流になったのはこれかな、これですかね、これ、それはの健康食品の方ですね、飲む方の肝臓ですね、これ肝臓、はい、肝臓フレークになってる、そうですね、フレーク状になってますね。これはもううちが商売始めた時からずっとある、私らも飲んでますけども、あ、本当ですか、はい、溶けやすい、何でもいいで混ぜて飲んだりとかできるってことですね。あ、そうですね。これエキスが濃縮されてここに、あ、そうです、はい、いいですね、これは、うん、いつでもどこでもですもんね。そうで、あとはね、この肝臓入りの、私これ知っているんですよ、ニューヨークパックですか、ニューヨークパック、はい、私ね、実はね、清北町に仕事に来るようになって、清北町に仕事に来るようになってから、ね、やっぱりマンボウでね、ちょこちょこ顔出したり見に行ったり、はい、勉強に行ったりしとる間に、はい、これ見つけたらね、いや絶対これいいやろと思って自分ですごく買ってね、使っていたんです。やっぱりね、あの入浴剤好きだっていうのもあるけど、ハーブとかやっぱり薬草っていうのももちろんやけど、女の人は多分好きやと思うけど、うん、そしてね、天然ミネラル塩が入っとるちょっとこも結構好きで、あ、これ絶対いいよなと思って買ってから、それから好きでね、はい、もうお湯入れる前からこう置いといて、はい、お湯入れてちょっと置いといて入る。でこれね、なんと乾燥してからこの中に入っとる肝臓とか塩分とか、まあ、でこれ乾燥してね、お風呂入れて終わってから出してきて乾燥させてね、植物にかける、それもちゃんと読んでね、で植物結構育てとるもんね、かけたいもんね、ちょっともう、からもう絶対植物にもええやろなと思うもんね、とにかくこれをお風呂に入れてちょっとね、浸透、お茶じゃないけど煮出すっちゅうか、あそうで、ね、最初に入れてお湯を入れて煮出す感じでちょっと置いといて、そから入って、いいなと思いながらね、なお乾かして中身をこう植物にかける、それがねもう楽しくて仕方なくてね、今でもね、洗面所に置いてあります、
まだもうちょっと残っているんで、ね、これいいですよね。こちらですね。はい、そうですね。はい、こっちですね。申し訳ございません。はい、こちらのね、感動のお風呂。これね、はい、いいと思います。これはね、通信販売で買う。気になる方だったら、ぜひ買ってほしいなと思います。船田さんは何をして見える方ですか？和食、日本料理。はい。東長島地区にあるかな。そうですね。東長島地区にある、日本料理船田さんのオーナーさんということで、シェフさんということでね。はい。今日は来てもらいました。ちょっといろいろお話伺いたいなと思います。これは。これがね、お昼のランチで出してる分なんですか。ああ、いいですね。このランチいいですね。これはこんなランチ食べやないかんね、やっぱりたまには。料理をばらしてギュッと一つに持ってるみたいな。ちょっとお昼だけでも凝縮して楽しめるんですね。そうですね。はい、お刺身もついてるし、天ぷらもついてるし、私ちゃんも大好き。はい。これちょっと何ですか？それはね、はい、氷鉢で、氷をね、核の氷を買ってきて掘るんです。それもされる？されます。うわ、結構筋肉痛になります。なりますもんね。ここ冷え冷えになりますね、手も。ねえ、これを器にして何が入れてあるんですか？うどんが入ってます。意外な。本当ですか？うわ、涼しい、美味しい。うどんが入っているんや。うどんはね、宮山の森田さんのとこで、うんうんうん、作ってます。それもこだわって。細いうどんを作ってくださいって言って、作ってもらって。作ってもそれもこだわって。器もこだわっているけど、うどんの中も、そうですね、細さもこだわっているんですね。冷たいうどんは細いものが、あ、美味しいと。素晴らしい。これ食べてみたいですね。細いうどん、冷たいうどん、これからいいですもんね。そうですね、今ちょっと出してますね。これからですよね。これはこういうセットで出てくるんですか？いや、これはコースの中なんで、あ、に一つで出るという感じですよね。はいはい、これね、ちりめんとシークレですかね。はい、そうですね、はい、これね、商品として出している感じですよね。ちょっと聞いたんですけど、お客様のご要望が結構あったっていうことで、そうですね、最後お土産にちょっと分けてもらえないかなっていう方の声が、そうですね、あって、で商品化しようかなっていうんで、うん、それは、ああ、そうなんですね、はい、あ、それがね、今ここにね、前にね、並んでいます。船田さんのね、ちりめんとしぐれ煮、そうですね、はい、これがいつもお料理で出していた、そうですね、はい、のお料理で出していたしぐれとちりめんなんですけど、皆さんのご要望が多くて、これちょっと欲しいわ、そうですね、お土産にしたいわっていう声があったので、どのくらい前に、5、6年前ですかね、はい、そうですね、お土産に持って行ってもらえるようにしたんですね、はいはい、これいいですよね、ちょっとね、お料理食べてすごい気に入ったわって言って、これ欲しいわっていうちょっと手土産になるっていうことでね、贈り物とかにもいいですしね、やっぱりね、そうですね、ね、これ地元のもんでしょ、やっぱりそうなんですよ、ね、岸田さんがほとんどですよね、なのでね、そういうこともね、こだわっているのでね、やっぱり地元のものを送りたいですもんね、そうなんですね、友達とか、はいはいはい、お中元とかお歳暮とかね、お届けもするときはやっぱり地元に住んでる地元のものを送りたいですもんね、はい、こういうのを選んでね、送るとすごいいいんじゃないかなと思います。